しい疲労回復方法。疲労回復の最優先はまずは飯と寝る。そしてクールダウンもあんまり見なくて、マッサージ、アイスバス、抗体浴などがおすすめ。疲労回復に効くサプリありますかとか、イケアの方法ありますかって聞かれるんやけど、まずは飯食って寝ろ。この二つが圧倒的に大切で、睡眠も質を高めるためにどうしたらいいですかって言われるんやけど、まずは量。まずは何よりも量を確保しましょう。で、飯は、で、アスリートの場合は、タンパク質と糖質をまずがっつり取るようにしましょう。細かいビタミンとかなんか亜鉛だとかいうのはその後。まずは飯、寝る、量。そして運動の後のクールダウンも今は意味ないんじゃないって言われてて、むしろなんならデメリットあるかもって感じ。だから基本的には運動終わったらそのままで OK っていうのを推奨してます。デメリットもそんなに大きくはなそうなんで、個人的にやらないと気が済まへんっていう人はやってもいいかなって思ってます。そしてマッサージは筋肉痛の回復も促進するし、疲労回復効果っていうのも基本的には認められてるけど、マッサージする人の上手い下手もあるし、相性もあるから、まあ好きなら全然やっていいかなって感じ。アイスバスは夏場やったり、長時間動いて体温が上がってる人には結構おすすめ。あとはお風呂にゆっくり浸かる抗体浴なんかもおすすめ。一応言うけど、この動画の通りちゃんとしたケアしたとしても、普通にトレーニングの量多かったら怪我するから。たまに指導者で怪我した選手に向かって、お前のケアが足りんかったんやっていう人おるけど、なことはないからな。一応念のため、あなた専用のトレーニングプログラムが毎月届くオンラインコミュニティやってます。詳しくはプロフィールのリンクから。